湘南藤沢市民マラソンは2010年に始まった神奈川県藤沢市江ノ島を起点に行われるマラソン大会。第2回以降の正式名称には2015年まで筆頭に開催年の数字が付されたが2016年以降は末尾に変更されている。マラソンの名を冠してはいるがマラソンコースの競技はなく10マイルが最長である。2007年第1回湘南国際マラソンの後2008年第2回はメイン会場が江ノ島から大磯に移されて開催された。藤沢市民からは江ノ島に市民マラソンをという声が高まり、署名活動が行われた結果、藤沢市議会や市長も関心を持ち、2010年の藤沢市制70周年記念行事として関係者により準備が進められた結果、神奈川県内で初めて陸連の正式種目である10マイルレースということで開催するに至った。下記の内容は特記を除き2019年開催予定のものである。スタート時刻及び制限時間途中通過関門制限時間があり、江ノ島、湘南海岸環境整備募金及び藤沢市スポーツ振興基金に寄付する。事前送付大会不参加の方で希望者については、送料本人負担にて記念 T シャツ。協賛品については、大会当日競技に参加した人にのみ配布。200人程度多数藤沢市、陸上競技協会藤沢市、藤沢市教育委員会、公益財団法人藤沢市未来創造財団、藤沢市体育協会、藤沢市地区社会体育振興協議会連合会、藤沢市スポーツ推進委員協議会、藤沢市スポーツ少年団本部など、他湘南国際マラソン。ありがとうございます。